それでは本日はですね、皆様に安心して新生活をスタートしていただくための PCR 集中実施についてご説明いたします。まずその前に足元の感染状況についてでありますが、こちらはですね、直近で感染拡大が見られる地域と、それから広島県の直近の1週間の人口10万人あたりの新規報告数の推移を示したものでございます。広島県におきましては一時拡大の予兆が見られましたが、最近は拡大傾向までは認められないといったところであります。しかしながらご承知の通りですね、非常に厳しい感染状況の地域もございまして、それら地域の感染状況の過去を振り返ってみると、広島県の拡大に先立って拡大が見られる傾向がございます。そういったことを踏まえますと、今後広島県においても拡大しないとは言い切れないところがありまして、経過が必要だと考えています。で、発生状況について、見ていきますと、県内では広島市の新規の感染者の割合が高い、ご覧の通りこの赤い部分ですね、こちら赤い部分が広島市分ですけども、これを見てもですね、この広島市の割合とそれから絶対数もですね、高くなっているというのをご覧いただけると思います。実数で言えば県全体で43例が127例に上がっているんですが、これは3月12日から3月25日と、3月26日から4月7日、それぞれ、あれごめんなさい、それぞれ2週間じゃないな、あれ、何席、ごめんなさい、ちょっと2週間ではありませんけども、それぞれのですね、区切った中で言うと、43例から127例に増えているという中で、広島市の割合が 65% から 80% に上がっているというところですね。こういう状況でございます。で、広島市の内容を見ますと、この県外の感染者に起因すると推測される感染がですね、約4倍に増加をしています。先ほどのグラフと同じ期間ですけれども、10人だったのが、42人というふうにですね、拡大をしております。でこれは4倍ですね。で、こちら下のグラフがですね、県外からのですね、流入者なんですが、この県外というのがですね、感染者の人口10万人あたりの新規感染者数ですね、これが15人を超えるという感染が拡大した地域、感染が高い水準にある地域からの流入、それをこうグラフ化したものなんですが、青い線が県全体で、黄色い線が広島市で、どちらも拡大してるんですが、広島市がやはり約4割、人口半分的になってますけれども、やはり広島市に集中しているということで、あります。で、ちょうど広島市のですね、1週間の人口10万人あたりの新規感染者数が、1.0 を、一番端っこですね、1.0 を超えたあたりから、4.0 になるまでですね、4.0 がちょっと私は画面がよく見えないんですが、この辺ですかね、ここですかね、はい、この辺までですね、こうずっとこう上がっているというのがご覧いただけると思います。そういう状況で、ございまして、繰り返しになりますけれども、感染状況が、感染の水準が高い地域からの流入が増えていると、広島市に集中しているということです。続きまして、検査の意義、重要性についてですけれども、
こちらはですね、市中感染の補足率が、その後の感染拡大に、どの程度影響を与えるかということについて、簡単なモデルで、試算したものであります。モデルと思っていただければと思いますが、これまでのデータから見ますと、感染を発見できた事例については、保健所が積極的疫学調査で対応しますので、その対応によって最終的にはさらなる感染拡大を防止することができているということで、補足できている場合とそうでない場合、実効再生産数が異なるというふうに考えています。そういう仮定を置いております。感染拡大初期にですね、感染者が補足できていない場合にはですね、見えない感染拡大を防ぐことができない、つまり補足していないので補足できていない人が感染を拡大させているということですね。で、一定程度感染の拡大が増えるとですね、検査数が増えていくということになって、というのは、やはり一定増えるとですね、見つかる人も増えるので検査も増える。でそうするとそこでまたキャッチされる人が増えるということになりましてですね、そうすると、あるところから急にこうガッとこう、補足される感染者数が増える。ただそれは見かけの感染者数が増えるということですね。このグラフで言いますと、この赤い部分ですね、これ実際の感染者はこう青いグラフでこう増えているわけなんですけれども、最初はですね、ここはキャッチされないと。で、ところがある程度増えると症状がある人も増えるので、そこで検査も増えてですね、で、結果としてそこで補足する人数も増えると。そうするとここの段階でものすごく急激に増えるように見えるわけですが、一定のところに行くとですね、補足率が上がってだんだんとなだらかになっていくということですね。これは最初に初期にこう感染者の補足が十分できていない場合にはこういうふうになるんだろうということです。これはちょっとモデルだというふうに思ってください。で、この感染拡大の初期からですね、十分に把握できている場合、こちらの方になりますけれども、そもそもですね、先ほど申し上げたように、保健所がその後の感染遮断をしていきますので、積極的疫学調査でですね、でそうすると、いわゆる実効再生産数が、こう抑えられるということになって、初期にはですね、たくさん感染者が発見されるように見えるわけですが、その後にはですね、そもそもこの青いグラフ自体が高くなっていかないということで、全体として低い水準で抑えられていくというふうにですね、考えているということであります。この考えに基づきますと、感染拡大を防ぐために、検査体制をさらに充実をさせまして、感染者の補足率を上昇させるということが非常に重要だと考えています。それでこれは何度かご説明させていただいてますけれども、新型コロナウイルスの場合にはですね、人から人に感染をしていくということになりますので、感染拡大を防止するためにはですね、一つのやり方は人と人との接触をとにかく全部遮断していくというやり方で、もう一つのやり方は陽性者を個別にですね、発見をして、そこからの感染の、接触をですね、人との接触を遮断をしていくという、この2つ、この2つしかないわけでありますが、個別に感染の連鎖を遮断できる、それは積極的疫学調査で感染拡大を防止できる程度ということで、それは低い、先ほどのグラフのこの推移をご覧いただきましたように、低い感染レベルで、感染を抑え込み続けるという、そういうですね、状況、これを我々は PCR 戦略によって
継続していくということを目指しているということであります。で、広島県ではですね、これまで積極的疫学調査の強化、そして検査体制の強化を通じて感染者の早期発見とクラスター対策を強化をしてまいりました。で、これまでの動きをですね、ちょっと模式的に示していますけれども、有症状の場合、この赤いところはですね、有症状を対象とした対策ですが、有症状の場合にはかかりつけ医であるとか、あるいは積極ガードダイヤルを通じて身近なクリニック、診療所で検査を受けていただいております。これ症状がある場合ですね。で、症状がない場合、こちらがやはり問題になるんですが、県内5カ所の PCR センターのほかですね、広島市内では薬局204店舗ございますが、薬局でも検査を受けることができるようになっています。で、この PCR センターとそれから薬局ではですね、検査を受ける対象は限定をしていないというところであります。で、またこれとは別にですね、医療機関や高齢者施設の職員についてはですね、医療機関とか高齢者施設の職員、これについては定期的に検査を行ってまして、特に高齢者施設については今月に2回行っているというところでございます。これは導入したタイミングですね、こういうタイミングでこういうふうに徐々に対応を強化してまして、ここの数字はですね、一番下にある 75.1 件とありますが、これは昨年の4月から6月の間、1日あたりの平均の検査数が 75.1 だったんですが、この 1113.7 ですね、こちらは今年の1月から3月の1日あたりの平均の検査数であります。こういうふうに大きく伸びているというところであります。で、こういうことをやってきたわけですが、先月3月21日に首都圏の緊急事態宣言が解除されまして、これに伴って帰省であるとか、あるいは出張といった県外往来が増加をしております。また緊急事態宣言と関係なくですね、やはり春ですので、大学入学であるとか就職、それから転勤などで都道府県をまたぐ人の流れが活発になる季節でもあります。こういったことからですね、感染拡大の機会が増える可能性があるというか、実際に増えているというふうに思っています。で、先ほどの感染状況の分析でもお伝えをしましたけれども、広島市は県内でも感染者が多くて、県外感染者に起因すると推測される感染例も増加傾向にあるといった状況であります。このため、広島市の検査ポイントを期間限定で増やしまして、感染の目を小さいうちに捉えて感染の再拡大を防止したいと考えております。それで今回ですね、この春の PCR 検査集中実施を行うということといたします。はい、春の PCR 検査集中実施ですね。はい、はい、それで具体的な内容をご説明しますけれども、来週月曜日4月12日から2週間期間限定いたしまして、まず広島市内に就学就労のために県外から転入をされてきた方、それから広島市内の居住者、就業者で県外往来のある方、そしてそういった方と接触があるなど気になっている方を中心に予約なしで無料で検査を行うことといたします。
この集中実施で共通する受験方法は、検査キットを受け取って、自宅で唾液を取っていただいて、後日検体を提出していただくという形でございます。で、このために特設会場を設けます。従来PCR センターとか薬局でやってますけど、それ以外にですね、特設会場を設けます。一つは広島駅北口、ペデストリアンデッキの2階広場と、それからもう一つは県庁正面玄関横の緑地帯の通路でございます。この2つで先ほど申し上げた方ですね、受け付けます。でこれは個人、それから事業所でもですね、事業所の、主張される方とかまとめて提出をしていただくということをやりたいと思います。でこれとは別にもう一つですね、もう一つというか、場所的にはたくさんあるんですが、大学生、それから大学の、先生と、スタッフの皆さんですね、向けに、広島市内にキャンパスがあるすべての大学であります。でこちらは、15大学があって、キャンパスがちょっと15なのかどうか正確に今は分かりませんけれども、でございます。でこの15大学っていうのは広島市にキャンパスがある全大学でございます。ご協力いただきましてありがとうございます。で丸1と丸2ですね、ペデストリアン駅の広島駅のペデストリアンデッキと県庁におきましては、通勤、それから通学時に立ち寄っていただけるように毎朝7時から、そして夜は19時まで開設をいたします。で大学においては授業の合間にご利用いただけるように平日9時半から16時まで開設をいたします。また流川と観音の PCR センターでは、あと薬局もそうですね、県内の居住者と就業者がどなたでも受験できるモニタリングスポットとしても引き続き稼働しております。なのでここを活用してですね、ご希望があれば検査キットをお配りして提出場所としても、この集中実施 の一環としても活用していただけることができます。で事業所の皆さんですね、希望者分をまとめて検査できるように、職場で、決められたですね、希望者分のキットを受け取っていただいて、で、基本は受付した会場にまとめて提出していただくという方式にしたいと思っております。で繰り返しになりますが、市内204カ所の薬局も同様にご利用いただけますが、薬局の場合はですね、この事業所というのは小規模事業所だけ10人以下ぐらいにしていただきたいと思います。突然薬局で300くださいと言われてもですね、ちょっと対応できないので、10人以下の場合には薬局もご利用いただけます。それから注意事項一つありまして、この一番下にちょっと書いてあるんですけども、唾液を採取した後でですね、できるだけ時間を置かずに提出をしていただくようにご協力をお願いしたいと思っております。でこの集中実施のメリットですけれども、通勤通学時に、検査キットの受け取りや提出が可能であるということですね。それからご家族が代わりに検査キットを受け取ることもできると。事業所の場合まとめてっていうのがありましたけれども、ご家族で代わりに受け取っていただくということも、家庭の場合にはできるということで、これで若年者の受験を促進したいと考えています。でそれから予約も不要ですし、日時に拘束されずに、密を気にせず自宅で、ゆっくりとというのも変ですけれども、唾液を採取することができるということになっております。
そして、大学や企業、まあ、県外からの入学者や帰省の学生さん、それから転勤だとか、まあ、出張される従業員、こういった皆さんの受験を、まあ、促進することができるということで、もう大学であるとか企業にとってはですね、感染者によって、このクラスターが発生するといったリスクを低減をして、まあ、円滑なですね、事業あるいは学校の運営につながるというふうに考えています。それで先ほどご説明いたしました流川と観音を含めまして、県内5カ所の PCR センターでは4月から気になる方はどなたでも無料で検査を受けることができますので、県外往来のある方を含めて、積極的に受験をしていただければと思います。つまり、まあ、広島市外の方もですね、まあ、気になる方は受けていただければと思います。で、いわゆるこのモニタリングについてはこれまで通り予約制でありますので、受験されるときには予約センターにお電話をお願いしたいと思います。それからご注意いただきたいことがございまして、PCR 検査の結果というのはあくまでもその検査時点のものであるということであります。結果が、まあ、陰性でもですね、その後感染しないとかその時点で、まあ、感染してるけどまだウイルスの量が少なくて、陽性にならないといったようなことがありますので、その感染、検体 を取った時点以降の感染していないということを証明するものではありません。まあ、偽陰性の問題もございます。そういう意味では決して油断せずに、感染予防対策を徹底して感染拡大地域との往来は慎重に判断をしていただくなど、感染しない、させない行動の継続をお願いをいたします。それからもう一つ、これも繰り返しお伝えしておりますが、お気をつけていただきたい点として、 PCR センターであるとか集中実施の特設会場あるいは薬局をご利用いただくのは無症状の方に限るということであります。発熱あるいは鼻水があるといったような症状のある方はまずはかかりつけにお電話で相談をしていただきまして、そこでお電話の上でですね、診察をしていただいて、そして検査をするということでお願いをします。もちろんかかりつけ医で検査できない場合にはですね、他の医療機関をご紹介しますので、そこで検査をしていただきたいということです。どこに相談したらいいかわからないという方はですね、これもお伝えしている通り、積極ガードダイヤル24時間対応していますので、こちらにお電話をしていただければ検査ができる医療機関をご案内いたします。最後に県民の皆様へのメッセージでございます。まずこの春に入学や入社、そして転勤などで広島に引っ越して来られた皆様はに対してはですね、ようこそ広島にお越しくださいましたというふうに歓迎を申し上げたいと思います。で、新しく転入された皆様にはより安心して新生活をスタートしていただけるように検査を受けていただければと思います。さらにはこの春休みが終わったこの時期に、帰省をされていたと、あるいは出張に行ったということで県外を行き来された方や、まあ、そういった方と接触する機会があった方々にもぜひ積極的に検査を受けていただきたいと思っております。今回は人の行き来の多い広島駅など広島市で特設会場を設けることとしておりますが、他の地域の方も気になることがあれば県内5カ所の PCR センターで検査を受けることができます。我々行政もこういった検査の拡大や積極的
的疫学調査の強化などで感染の拡大を防いで、みんなで協力して日常生活を取り戻していきたいと考えておりますので、皆様の積極的なご協力をお願いをいたしたいと思います。私からの説明は以上です。それでは記者の皆様からのご質問を受け付けたいと思います。ご質問のございましたら挙手をお願いいたします。なお質問の際にページ番号も合わせてお示しいただけますと助かります。それではお願いいたします。中国新聞社の長久です。よろしくお願いします。現在、そもそも全ての県民の方が無料で、PCR 検査を受けられる環境にはなっていると思うんですけれども、今回のポイントとしまして、対象となる方、専用の特設会場を設けられるという理解でよろしいでしょうか。そうですね。それが特徴というよりは、今回、いわば集中実施ということで、その対象をですね、県外往来のある方、転入者の方、そういった方々に、集中して、検査を受けていただきたいということです。で、その窓口としては、特設会場はもちろんですけども、その他の、従来の受けられるところも活用してですね、行うと。で、今回は事業所でまとめて、対応していただくということもですね、別途各企業に依頼をするということもございます。それからあと大学もですね、そういう形で県外往来、それから特に若い方、そういった方々に受験をしていきたいと思っています。テレスレア駅と県庁のこの会場については、このページの対象になっておられる方専用の特設会場という、ね。そうですね。はい。あと、これは潜伏期間が14日までとか、そういう言われ方をされていると思いますけれども、例えば3月下旬に転入してきた方の場合、検査時点でその期間を過ぎているケースとかもあるかと思うんですけれども、この対象者としていつ時点までに転入してきたかとか、何か定めはあるんでしょうか。それは特に定めていません、はい、この春にというこの春にというわけ、はい、あと大学で言いますと広島市内以外にも大きな大学が、あると思いますし、本日、福山市の方でもクラスターが発生するなど感染状況は、楽観視できるものではないと思うんですけれども、今後この対象の特設会場などを、広島市外に広げていく可能性というのはどのように考えていらっしゃいますか。先ほどご覧いただいたようにですね、県外流入というのは広島市がやはり集中しているんですね。それで、実際、今広島市も 4.0 10万人あたり 4.0 を、切りましたけれども、他の地域は 0.7 かなとかで、全然低いレベルにあるんですね。そういう意味では広島市が突出して、感染状況がですね、高いという状況があって、でしかも直近で見てみますと、この、感染経路のわからない新規の発生がですね、新規の経路の発生が増えています。そういう意味で広島市に集中をして、行われるということです。あとすみません、もう一点、都道府県レベルで県外との往来がある方に特化したようなこういった集中 PCR の実施というのは他にでこれまで実施であるんでしょうか。多分初めてだと思います。その他ご質問ございますでしょうか。日経新聞の河野です。受験者数の見込みの内訳のところなんですけれども、
事業所8400人、大学生7500人であるんですが、まあ、これもし分かればいいんですけれども、あの県外から広島に来た人の大体どのぐらいの割合というか、ごく一部なのか大多数なのか、その辺のイメージだと思います。はいはい、あのこの出張とかですね、そういうのがあるので、こうちょっとなかなか分かりにくいところがあるんですけども、あの大体3月と4月に、広島県に転入される方っていうのが、まあ、1万7000とか1万8000とかそれぐらいいらっしゃって、で、転入、この、まあ、転入者も含むんですが、広島市に県外から、まあ、流入をされている方というのは、先ほどのグラフであったように、これちょっと、小さくて見えないと思うんですが、これ1日あたりですね。1日あたりで、だいたい広島市が6000とか、いや9000とかですね。まあ、このピークが9300ですから、今それぐらいあるというような状況ですね。ですから、まあこれを累積すると、まあ10日で6万人とか、まあ、それぐらいはあるということですし、まあ、あと県外に出て帰ってこられる方っていうのも、まあ、あるので、もうちょっといるというのが、まあ、県外往来の状況です。一部ですけれども、そこで傾向をつかむという意味が強いということ。いや、傾向をつかむではなくて、これは、まあ、できるだけ多くの感染者を発見したいということです。わかりました。この考え方でいうと、本来その4月1日とかもっと早い段階でやった方が効果あったんじゃないかと思うんですが、このタイミングになった理由っていうのは何かありますか？それは感染状況が悪くなったからです。わかりました。そうなると、例えばゴールデンウィークにまた移動が活発になって、その後やる可能性っていうのも、まあ、感染状況次第というところですね。まあ、今実際に、4前後で推移をしていますので、4というのはですね、我々のこの警戒基準なんですね。で、これがどういうふうに推移をしていくかということによっては、対策を考えていく必要があるというふうに思っています。CSS です。何度もすみません。対象者についての確認なんですけれども、ポスターの方には、広島市内の住民と就業者対象で、転入者は積極的に受診をと書いてあるんですけれども、対象者は店長とかでやってくれる、転入者とか県外往来の人だけなんですかね、それとも市内の全員が一応対象で受け取ることができるんでしょうか。基本はですね、転入者、それから県外往来のある方、あるいはその接触、そういった方々と接触されている方ということです。まあ、ただ、これ厳密にですね、いや私は接触ありましたとかありませんでしたとか証明してくださいとかいうわけにはいきませんので、まあそういう方々を中心というふうにお考え、あまりそこまでこう、なんていうか、ギリギリ厳密に運営は運用しませんということです。分かりましたら、費用というか事業の規模的な費用はどのくらいかかる見込みでしょうか。ですね、これだいたい今1億ですね、1億5000万ですね。補正か何かから出される。いや、補正ではなくて、今年度の当初予算に計上しているものです。分かりました。ありがとうございます。1億5500万ですね、はい、今見込みでは。その他ご質問ございますでしょうか。すみません、NHK のカードと申します。ちょっと確認が1点で呼びかけも1回お願いできたらと思うんですが、まず1点、ちょっと各社と一緒になったんですが、受験者 の見込みが2万人というのがですね、先ほどおっしゃったその要は毎年1万8000か7000か8000ぐらいが大体まあ転入転学で県に来られるのがそういう人数だったんですが、住民基本台帳とかそういうので
大体それぐらいと分かってらっしゃる。そうです、そうです、はい、で大体それぐらいだからまずそれぐらいの規模をくださるかを、っていうかですね、まあ、先ほど出張者のことも申し上げましたけれども、そのまず1万7000、1万8000というのはですね、これは全国なので、その実は最も多いのは岡山県とか山口県とかですね、まあ、その辺が多いわけですよね、転入者で見ると。で、まあ、そういう意味ではこの今感染地域、感染拡大地域からっていうのはもっと少ないんですけども、出張者がおられるの で出張者については、先ほどのグラフの通り、非居住者で広島に出張に来られている。で、その感染拡大地域、これはまた日々この状況が変化するので、どこが対象になるかというのは変化していくんですけども、まあ、これが今6000人とか、もう多い時では9000人とか来られていると、まあ、そういう中のできるだけ、ごめんなさい、今のはですね、流入者なんですが、流出者ですね、出張行っておられる方、それもそれぐらいいらっしゃるんですよ。で、そういった方々も対象にしたいということで、これぐらいを想定しているということです。その上で皆さん、PCR センターに行って、新しく設けられた場所に行って、その検査キットをもらって、それでご自宅で提出するということで、はい、でなんか証明とか必要になってきたり、私、転入者ですよという感じで。私は転入しましたって言えば、大体受け取れているということですね。そうですね。はい。その上で改めてなんですけども、そういった方々に受けることが拡大を抑えるんだということで、改めて呼びかけることができますか。そうですね。この人の往来が増えている中で、みんなで協力をして、感染拡大を防止して、そして日常生活を回復させるということをしたいと考えておりますので、ぜひですね、できるだけ多くの皆様にこの検査を受けていただいて、早期発見にご協力をいただきたいと思っています。その他ご質問よろしいでしょうか。それでは質問がないようですので、以上で終了したいと思います。ありがとうございました。